注意。今回もいつも通りクラゲさんの試験を中心に喋っております。所属機関云々との見解とは一切関係ありませんので、そこのところご了承ください。はい、どうもドクタークラゲさんでございますね。金券試験のコーナーでございましてね、撮影始めてから気づいたんだけどさ、お前ポケモンやってたろっていうバレバレだよな、うん。やっぱね、ハマっちまうよね。どうしてもね。やっぱり最新作というかさ、やり慣れたシリーズのね、最新作ですから、やっぱポケモンとかね、ハマっちまいますよ。まあ私はポケモン大好きですからね。うん、だって動画にしょっちゅうさ、ポケモングッズでホエル王のぬいぐるみとか、シャンデラのライトとか映してるぐらいですから、それはまあポケモン好きなわけですけれども、ね、普通にやってましたよ。はい。まあそんなんだからね、動画が進まないんですけれども、まああんな感じでね、趣味も多いクラゲさんなのでございまして、仕事の傍ら、まあいろんな趣味があるんだけどね。まあ今日何の話をするか迷ったんだけどさ、俺、まあいろんな趣味があるよ。まああとね、旅なんてのも趣味でね。うん、まあ知ってるでしょ。この前ね、車で、紅葉が有名な大山行ってね、こうやって、ちょっとこれ、大山の紅葉なんですけれども、まあ、紅葉を見てきてね、それから、16年ぶりに行く宍道湖の水族館に行ってみたりとか、ね、あと、出雲大社とか石見銀山も初めて行ったかな。うん、まあ、非常に、楽しい旅をね、してきたわけですよ、この前ね。で、まあ、その時によく動画撮ってるんですけれども、まあ、動画は基本的に趣味か、あるいはまあ、趣味チャンネルでちょっと公開するぐらいで、のために撮ってるんだけどね。で、なんかね、こう、動画を撮ってるっていうことを言うとね、まあ、知り合いとかに言われるんですよ。あんた旅行系 YouTuber とかやらないのってさ、うん。まあ、旅行系 YouTuber、だから、やらないのもクソも、ね。そんな旅行系 YouTuber の人に失礼だから、そんなの簡単になれるわけじゃねえよっていつも言ってますけど、じゃあさ、仮に、俺が動画投稿したら、旅行系 YouTuber ぐらい儲けられるんだったらやるのかって俺言われたらどうなんだろうって考えてもね、多分やらないんだよね。うん。いや、なんでかっていうと、俺にとって旅行はあくまで非日常だからなんだよ。うん。こういう考え方はあるんだけどね。だからさ、俺はね、だから旅行に行くのはあくまでその普段の日常があるじゃん。で、その日常に対して非日常を楽しむって意味で旅行をやってんだよね。だから、まあ旅行系 YouTuber の人って結構まあいろんなとこに毎回ではないけど、ね、月に10日も20日も繰り出してるような感じするじゃない。ああやって日常と非日常がひっくり返ったら俺旅行楽しめねえんじゃねえかなって思うんだよね。いやだからさ、普段ね、こう、起きてさ、ね、朝飯作って食ってさ、で、大学行って、ね、授業やって、ね、研究や、して、で、まあ、昼は食堂で食ってさ、で、まあ、午後ちょっと学生の面倒見てね、それで、ね、まあ、夕刻までやった後、家帰ってさ、ね、で、夕飯作って食ってね、で、ポケモンかスプラかなんかやってさ、それで、ね、動画作って寝るっていうさ、そういう日常があってこその旅に行くっていう非日常があるっていう感じなんだよね。それがまあ俺の楽しみだからさ、その旅に行くっていうのが日常になったら俺楽しくないかもしんねえなって思うんだよ。実際な、俺去年50日旅をしたって話をしたと思うんだけど、だから19日連続の旅とかしたんだけど、その10日目11日目ぐらいに宿で起きた時、なんかちょっと変な感覚だったんだよね。あれ俺って今何してるんだろうってさ、いや、それは旅してんだよ。で、昼間はめちゃめちゃ水族館とか行って楽しむんだけど、なんか朝起きた時に、毎日毎日こうね、起きてる風景が変わってさ、で、それをね、宿で目覚めた時に、あれ俺今何してんだろうなっていう、ちょっとなんか充実感を感じなくなってきてたんだよね。だからやっぱりこの、日常っていうものがあってこそ非日常なんじゃねえかなって思うわけだよ。で、それが今日の金券資源にどう繋がってくるのかっていうと、俺のさ、やってる生物学も、もともと俺の趣味だったわけじゃん。水族館も含めてさ。で、それをさ、俺はもう仕事にして、もう日常の一部に組み込んじゃったわけじゃん。だけど俺、生物学はね、まだね、嫌にならずに楽しめてるんだよ。だからさ、俺こう、趣味を仕事にするとはっていう動画を何本か出したと思うんだけどさ、やっぱりね、こう、日常に組み込んで、ね、それでもなお楽しめるっていうもんが仕事になれば、それこそ天職だと思うんだよな。いやもちろんさ、それの中でもね、たまに飽きるからさ、水族館行ったり、採集行ったり、それでラボで実験したりといろんな作業を織り交ぜてるけど、結局はまあ全、あと論文書いたりね。でも結局は全部生物学っていうその一つのくくりを、まあ、
取ってくる生き物の段階から論文に出してね、PR する段階までを踏んでるわけじゃない。うん、だからそれが嫌にな、日常にね、毎日毎日、だって俺休日で論文道場とかもやっててさ、毎日毎日やってて、それが嫌になってたら絶対こんな職できないわけだよ。だから、ある意味天職なのかもしんねえなってこういうふうに思ったんだよな。生物学がね、日常にあっても、なお生物学を楽しめるっていうこの俺にとってはさ、ね、うん、生物学がというか海洋生物がというかわかんないけどね。いやだから他にも俺いろんな趣味があるけどさ、例えば、ね、落語がこんだけ好きだからといって、落語家にはなりたくないんだよな。多分落語を楽しめなくなるから。うん。で、まあ、相撲取りはもはや体力でね、そのね、体力が足りないから、多分できないけどさ、運動神経足んねえからさ。うん。だから、あくまでこう見てる方ものが楽しいっていうね、そういったようなものは趣味に留めて、まあ、旅行も趣味に留めて、まあ、その中で日常にあっても、ね、なんだ、自分がね、嫌にならない生物学を本業にできたっていうのはね、だから学者になれたっていうのは、まあ、ある意味、めちゃめちゃ職選びが成功した自分の天職だったって思うわけですよ。ね。うん。だからね、まあ、これから、まあ、生物学者が学者に限らずいろんなものを目指す人がいるでしょう。で、自分のね、今持ってる趣味のものをさ、仕事にしたいとか思う人もいるだろうけど、本当によく考えてみ。毎日それ漬けになっても、そして、それで自分の人生が左右されても、なお、それを自分の趣味というか、自分がそのね、対象を嫌にならずに好きでいられるか。これがある意味職選びのね、もう試金石だと思うわけよ。俺は生物学、特に海洋生物、その中でも自分が大好きな生きてるクラゲやイソギンチャクの世界で、それを選択して大成功した。自分で言うのもなんだけど大成功ですよ。趣味、ね、自分の好きなことを毎日して生きてるような感じだからね。ああ、だってあの同窓会とかで言われんだよ。お前だけは何も変わんねえなってさ。ああ。いや、多分俺が変わったらそれはこの世が終わる時だよ。ああ。まあ、そのぐらい、ね、だから俺は、あれですよ、あの、天才つうか、まあ、奇才だよな。天才って言うとまた前回言ったことに反すがさ、奇才と悪ガキがもうハーフになったような人間だからさ。うん。ガキの頃の、悪ガキの頃の、そのね、もう、何、砂利の頃のさ、砂利の頃っていうのも変だけどさ、ほら、ポケモンでさ、ロケット団、ほら、ロケット、もうこの視聴者何人分かるか分かんないけどさ、ポケモンのアニメのロケット団がさ、あの、サトシのこと砂利ボーイって言うだろ。あれガキって意味なんだよ。だから、まあ、砂利の頃からね、持ってた、ね、悪ガキの頃から持ってた、もう夢がそのまんま、ね、奇才に昇華した、その、合わさった人間がこの俺だ、みたいな感じで言ってんだけど、まあ、そういう人間だから、ある意味できているっていうのかもしれない。うん。だからね、まあ、正直言うと趣味を仕事にする、もうそれを本業にしてしまった人間からすると、万人におすすめできるものではない。趣味は趣味のまま、仕事はね、それ仕事と割り切ってやった方がいいかもしれないんだよね。うん。まあだけど、その中でも自分が好きな分野を研究して、毎日やっても飽きないっていう人間だったら、いっそのことその道を突き詰めてしまった方が、まさに業界のためになるとも思うんだよな。うん。まあふわっとしてね、申し訳ねえけど、今日はちょっとね、旅行に行って、ね、旅行系 YouTuber になれるのかどうかをちょっと自分で考えた結果、なんか趣味を仕事にするっていう金言をね、金言資源をね、皆さんにね、ぶつけてみようと思ったんで、このコーナーを収録してみました。はい。ね。また明日から出張です。ね。出張ってことは、まあ旅行と、まあ、ある意味一緒だから、ね。また旅を楽しんでいきたいと思うっていう、そんなドクタークラゲさんでございました。